こんにちは、エルです。早速、今日の症例報告をやっていきたいと思います。症例は20代男性です。3週間前より発熱と間欠的な頸部痛が出現し、2週間前に急性 EB ウイルス感染症、伝染性胆囲球症と診断されました。その後、さらに症状が増悪したため受診しました。診察所見です。発熱、頻脈、頻呼吸、SpO2 低下などのバイタルサインの異常を認めました。右頸部に熱感、主張、疼痛を伴うリンパ節腫瘍を認めました。詳細は不明ですが、伝染性胆囲球症の診断は血液検査で確定しているとして、この経過が伝染性胆囲球症単独で説明できるかどうかが焦点になると考えられます。血液検査です。血栓は正常で、CRP が高値でした。右頸部のリンパ節腫瘍の評価が目的であったと思われますが、頸部超音波検査で、右内頸静脈から腕頭静脈にかけて血栓を認めました。CT 検査では、遠隔の側線病変を疑う所見はありませんでした。血液培養検査で、連鎖球菌が陽性となりました。さて、診断は、レミエール症候群です。ポイントです。レミエール症候群は、内頸静脈の感染性血栓性静脈炎で、典型的には、フソバクテリウム属が原因となりますが、ストレプトコッカス属などのオーラルフローラ、口腔内常在菌も原因となり得ます。咽頭の細菌感染症に関連して起こることが多いですが、EB ウイルス感染症後に発症することもあります。診断の遅れや誤診は、敗血症性側線や臓器不全、さらには死亡につながるため、注意すべき疾患です。参考文献です。本日は以上になります。